検証。検証は、大相撲の取り組みで勝利した側の力士に授与される、金銭の義、e。2014年、平成26年5月場所以降、幕内力士の場合1回の取り組みで1本につき6万2千円が、協賛する企業、団体から提供される。個人名義の申し込みは認められていない。1991年、平成3年5月場所から2014年、 平成26年3月場所までは1本が6万円だった。申し込みは原則として、取り組み5日前まで、取り組み指定は取り組み前日、先週落のくの14時までを期限とする。検証金6万2000円のうち、5300円は、日本相撲協会の事務経費、取り組み表への掲載費、会場内の検証提供アナウンス費及びその際の企業、 団体名含め15時以内のキャッチコピー費として26,700円は納税重当金として日本相撲協会が獲得者本人名義の預かり金として転引きするので勝利力士は勝ち名乗りに最終検証1本あたり手取りで現金3万円を受け取る。現金が包まれているのし袋、封筒は東京の麻布十番にある長戸屋商店で製作されている。 場内アナウンスレートリクミに検証金がかけられた場合、仕切り中に土俵の周りを呼び出しがスポンサーの企業名や商品名が書かれた検証器（縦120センチメートル、横70センチメートル）を持って回るが、この検証器はスポンサー企業が制作して持ち込むことになっている。公共放送である NHK のテレビ中継は放送法第83条の。 広告放送禁止規定に抵触するという判断から、この場面になると円形からの土俵の撮影に切り替えて、過去1年間の取り組み対戦成績を記した、スーパーをかぶせ、検証をかけたスポンサー名が読み上げられるため、場内音声を絞った上から解説のコメントを、かぶせる、ただし、検証の本数を放送で言うときはある。同じく NHK のラジオ中継でも、 検証読み上げの場内音声は絞られ、アナウンサーは勝負の展望や、これまで行われた取り組みの結果を伝える。一方、日本相撲協会ホームページの公式取り組み映像配信は、場内音声もそのまま配信されているため聞くことができる。横綱、大関クラスの取り組みともなると、かなりの数、多い場合は40本以上の検証がかけられる。2005年、 平成17年9月場所選集落結びの一番で、ある、朝潮流 vs 土地あずまは、当時史上最多となる49本の剣がついた。さすがにこれだけの数になると、制限時間の間検証の垂れ幕が土俵を回り続けることになり、しきりの緊張感を削ぐという意見が出たため、2006年、平成18年1月場所からは一つの取り組みに、月50本。 東京場所は後日の森永賞を含めて51本までという制限が設けられることになった。2006年、平成18年9月場所戦集落結びの一番、朝昌流 VS 白鵬に初の制限一杯の51本の検証がかけられた。ただし、横綱クラスでも毎回のように大量の検証がかけられるとは限らず、2008年1月場所で、 朝昇流の取り組みにかけられた検証は、禁慎処分明けということもあって、横綱としては、異例の日本であった。白宝章が、最多記録となる33度目の優勝を決めた2015年、一月場所千秋楽帯、稀勢の里博が初優勝を果たした2017年、一月場所千秋楽は、検証依頼が殺到し、緊急措置として60本。 森永賞を含めて61本の検証が設けられ、現在はこれが検証最多記録となっている。後に相撲人気の上昇や検証の拡大もあって、2017年3月場所の時点で一つの取り組みにつき最大60本の検証が認められている。検証金は原則中入り後の取り組みにかけられ、重量力士同士の取り組みはかけられない。 唯一の例外として昭和45年の輪島 VS、長浜、豊山、原則として一場所15日間、毎日検証を出すことが求められていたが、2000年からは5本以上であれば1日だけ、あるいは同じ取り組みに複数本検証を出せるようになった。形式は、講演する力士の取り組み全てにかけたり、出場力士にかかわらず結びの一番は必ず、 かけるなど、様々である。相手力士が休場し、不戦勝となった場合は検証を受け取ることができない。この場合すでにかけられていた検証については、相撲協会が検証をかけた企業に連絡し、同じ日の他の取り組みにかけ替えるか、検証を取りやめるかのいずれかを選択してもらっている。例えば二0十五年、平成十七年五月場所八日目の白鵬 VS。 大砂嵐では40本の検証がかけられていたが、大砂嵐が休場となったため、23本が他の取り組みにかけ、変えられ、17本が取りやめになった。検証のかかった一番は、行事は、勝ち名乗りの後で、軍配の上に検証袋を乗せ、勝ち力士に差し出す。この場合、軍配が三方の代用とされる。勝ち力士はこれを右手で、 三つ手刀を切ってから受け取るのが現在は普通になっている。これは昭和の大関、名鎧輪から始まったもので、彼以前はもっと無造作に受け取るのが普通だったが、名鎧輪がこれを武作法で見た目にも良くないとして始めたものを他の力士も次第に真似るようになった。名鎧輪によれば、三つ手刀を切る意味は心という字を描くということで、手刀の切り方も、 力士当人から見て、左中央右の順だった。勝負を司る三柱の神への感謝の意で、左右中央の順で手刀を切るという、現在の解釈とは、やや異なっている。最もっとも検証を受け取った後右に払い心の字を切る力士も多い。検証金の制度は、古来の伝統に基づいておらず、手刀を切る手の左右に関しては、取り決めも存在せず、 昭和30年代まで手刀を切る手や切り方も、力士によってまちまちだった。これを見かねた、元双葉山の時津風理事長から通達が出され、右手で、左、右、中央と手刀を切ることが原則とされた。この後も、坂歩後の井筒のように左利きの力士が左手で手刀を、切っても特別問題視されることもなかったが、 左利きである横綱朝昌流が左手で手刀を切って、検証金を受け取った時に、横綱審議委員会の内立茉貴子がそれを問題視し、以後、原則の厳格化が進んだ。検証金は手刀を切った後、手刀を切った方の手、つまり片手で受け取るのが普通だったが、近年は一つの取り組みにかけられる、検証金の本数が増えて束が厚くなったこともあり、初日、 十四日目、千秋楽の横綱戦などで右手で手刀を切った後に両手で検証金を受け取る光景が見られるようになっている。勝負のため、血が頭に上り、間違って勝ち力士が検証を受け取らずにそのまま土俵から下がる例もしばしば見られる。極めて稀であるが、勝ち力士が手刀を切る際に軍配等に手が当たり、検証袋を土俵上に落とす例があるが、 その際はである。一つの取り組みにかけられた検証の本数は、長らく1964年、昭和39年1月場所の土地の海大砲、14日目、土地の海、豊山、千秋楽の26本が最多であったが、2004年、平成16年1月場所の朝昇流、千葉大会、14日目に27本の検証がかけられて、以降、本数が急増した。 記録は、平成3年5月場所以降、平成30年9月場所現在。同一企業が一つの取り組みに対し、複数の検証をかけることができる。全く同じ検証幕、場内放送が複数回連続で流れることもある。特に、長屋園は、傾向が顕著で、例えば、CM キャラクターに起用していた、後見、森清彦の取り組みに5種類の検証をかけ、 場内放送も、味一筋お茶漬け海苔の長屋縁、酒茶漬けの長屋縁、梅干し茶漬けの長屋縁、たらこ茶漬けの長屋縁、わさび茶漬けの長屋縁とお茶漬けふりかけの名前を連呼していた、検証幕も、それぞれのふりかけパックの図案をそのまま用していた。同様に5回宣伝文句を連呼する検証として、日本ツアー中のイギリス歌手のポール・マッカートニーが2013年、 11月場所でアルバムニューの宣伝のために臨時で提供した際、ポール・マッカートニー、ニュー発売中、という文言が5回続けて放送された。この他にも、森永聖火、森永章、紅実をはじめとして、聖酒大関、独層丸、三孔丸、一軸館長、豊か章寺、クリナップ、高須クリニック、玉ホーム、博多の塩、フローラ、 HB-101 及びニオイノンの大東健太等が検証を出している。中日新聞社は名古屋場所を日本相撲協会と共催していることもあり、名古屋場所の期間中は毎日最低1本は検証を出している。同社が検証を出した取り組みは当日の中日新聞のスポーツ欄で本日の公組として取り上げられる。 日本マクドナルドは2009年春場所から検証金の提供をはじめ2010年からは1場所あたり100本をかける大口スポンサーだった野球賭博問題で撤退企業が続出した2010年名古屋場所でも提供し続けてきたが東日本大震災の影響で全体的なコスト見直しを迫られる中で大相撲の検証が対象になり以後 検証を取りやめている。森永賞は森永製菓協んの検証金。国技館の1.5月場所、いわゆる東京場所に限り、観客がミルクキャラメルやチョコレート等の森永製品の空き箱に当日の幕内の注目取りを一番選んで投票する。投票は重量の取り組みが行われる15時半頃まで、中入り時に森永賞の対象取り組みが発表され、 対象となった取り組みにおいて分かった力士に森永製菓からの検証金が投票した観客に抽選で記念品、主に森永製品の詰め合わせがそれぞれ増賞される。土俵上における呼び出しの検証幕形容では森永賞の検証幕は必ず最後に披露されることとなっている。森永製菓が大相撲に検証を出すようになったのは1951年1月場所からで、 現在のように場内のファン投票により、検証をかける一番を決めるようになったのは1952年1月場所からである。なお、森永賞の提供が中止されたのは、1985年昭和60年1月場所、グリコ、森永事件の影響によるものと、2011年平成23年5月、議場審査場所のための2度しかない。江戸時代は、 感動した取り組みに対しては、見物客は自分の着物を土俵に投げてその意を表した。着物は五国に、力士自身や付け人の手で持ち主へ返され、持ち主は、それと引き換えに何らかの報奨を手渡した。このような投げ衆議は1909年に、旧両国国技館が建造されて以降正式に禁止行為となった。現在でも、 大金星や番狂わせがあった時など記憶に残る一番で会場に座布団が舞う光景が見られるのはこの習わしに由来するのだが本来の意味はほぼ失われている。天覧相撲や上覧相撲の勝者は特に羽織、刀、弓などが可視された。弓取り式は完成3年の上覧相撲で将軍、徳川家成から弓を賜った谷風かじのすけがこれを手に割って見せたのが 始まりとされている。現在でも本場所の先週楽結び三番、これより三役で勝者に弓矢が贈られる。戦後期の昭和二十年代は、米、味噌などの食料品が検証に出されることも多かった。現在のように一律の検証金になったのは昭和三十五年九月場所から、二千九年三月場所四日目。 朝昇流にかけられる予定だった検証が白鵬にかけられるという間違いがあった。この時の企業はこの宮で提供者であるこの宮会長の芋縄淳氏は高砂部屋とつながりがい。教会は芋縄に謝罪したが白鵬への返却の要求や朝昇流への弁済措置は一切行わないと決めており朝昇流本人もこの手違いをまあいいよ、俺からの衆議がと受け入れていた。 2017年9月場所2日目、幕内3取り組みにかけられる予定だった、高須クリニックの検証が漏れる手違いがあった。当日感染に来て、取り組表を見た、高須クリニック委員長、高須勝次が、相撲協会に抗議した結果、一番目の取り組みを除き、検証はかけられた。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、 薬事法で認可された頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の感解以外に乳がんが消えた C 型肝炎から助かった等の他の疾病や症状の感解または治癒を宣伝し妻が若返って色気が出たゴルフやゲートボールが上手くなると歌う等2013年10月17日付で消費者庁から景品表示法違反有料5人の措置命令を受けた 家庭用電池療機パワーヘルスを製造、販売していた株式会社ヘルスは大相撲の検証を自社製品宣伝に利用していた。自社体験会場は検証機や大相撲番付が飾られ、自社公式サイトでも株式会社ヘルスは日本相撲協会を応援しています。すべての場所に検証をかけておりますとして、日本相撲協会許諾のもとに第69代横綱白鵬、 幕内土俵入りや自社の検証機が並んだ写真を掲載。朝日新聞はヘルス社による大相撲の検証を相撲出しに高齢者を誘惑と報道した。2013年4月の消費者庁立ち入り後5月以降は一時検証を自粛した。2014年12月に新規にホームページを開設して検証を再開。2016年に日本相撲協会は 大相撲検証手続きのご案内、お願いで、ホームページ等へ掲載の場合は、検証形式の報告、告知のみに用途を限定し、掲載期間を設定かつ、企業 PR 活動また、それを兼ねた活動で使用を、厳禁とした。同年9月に、ヘルス社の大相撲紹介ページが、自社ホームページから削除された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。